皆さん、こんにちは。バーチャルユーチューバーのムノモースです。今日は話題のタイマグミ製造販売会社への販売停止命令について私なりの見解をお伝えします。まずはニュースの概要からタイマグミを食べて体調を崩す人が後を絶たないことから厚生労働省は製造販売会社に対して販売停止命令を出しました。問題のグミには現在規制されていない合成化合物が含まれており接しすぎると健康被害が発生する危険性があります。私はこの筋が極めて妥当であると考えます。法律規制の物質を使っていると その前へ社会的な責任ある態度を求められるべきだと思います消費者保護の観点からも見過ごすことはできません例えば未成年などが惹かれやすい組という形態も問題でしょう自らの健康を守るためにも情報を正しく判断することが不可欠です一部ではユーザーの接種過剰が悪いという声もありますがこれは問題の本質を見誤っているように感じます方法可否かの問題ではなく一体誰がこの製品で利益を得ていて誰が健康を害するのかを考えるべきです私たちの健康と安全を脅かす可能性のあるものに 警戒心を持ち、社会全体でその対策を考えていく必要があります。終わりに、この事件は当局による迅速な対応と、我々消費者の意識の高さが問われるものです。法律が追いつかないグレーゾーンの商品に騙されることなく、健康な社会を維持していくことが、今後も必要だと強く感じます。皆さんも賢く情報を選んで行動してくださいね。